ステファン・ビブロフスキーは有名なサイドショー芸人で獅子面男ライオネルとして知られる。その全身は長い毛で覆われ、そのために外見はライオンのようであった。これは過剰遺書発毛症という珍しい病気によるらしかった。ビブロフスキーは1891年に体を1インチの毛に覆われてポーランドのプーツク近くのビエルスクに生まれた。母親は 病気を父親がライオンにひどく引っかかれたことのせいにしたが、彼女はステファンの妊娠中にそれを目撃していた。彼女はステファンを意味嫌い、そして彼が4歳であった時にドイツの工業種ゼーデルマイヤーに引き渡した。ゼーデルマイヤーは彼にステージ名を与え、そしてヨーロッパ中で見せ物にした。見せ物にされる時までにライオネルの顔の毛は8インチに伸び、 そして他のすべての部位で約4インチに垂れ下がっていた。全身のほとんどが毛で覆われていて、唯一の例外が両手のひらと両足の裏であった。1901年にライオネルはアメリカ合衆国に旅行し、そしてバーナムベイリーサーカスと共に公演し始めた。彼はその時からサーカスと共に旅行し、時々ヨーロッパに帰った。演技中にライオネルは体操の芸を演じ、 そして人々に話しかけて外見とは鋭く対象をなす優しい側面を見せた。彼は完璧な紳士であることが知られ、そしていつも服装は火の打ちどころがなかった。彼はまた教育が行き届いていて、そして五カ国語を話した。彼は人気のある呼び物になったので、1920年に合衆国に永住した。彼はニューヨークに移り、そして コニーアイランドに定住した。1920年代後半までにライオネルはサイド商業から引退し、そしてドイツに帰った。彼はベルリンで心臓発作のために41歳で死亡したと報じられた。ありがとうございます。